ジブラルタルの地図ジブラルタルとスペインの国境では、イギリスの海外領土であるジブラルタルとスペインの国境について記述する。スペイン語では、ラフロンテラでヒブラルタル、または単にザフロンティアと呼ばれる。境界は東西に1 2トルにわたっており、ジブラルタルと隣接するスペインの自治体であるラリネアとを隔てている。 イギリスは EU 加盟時代から支援源協定の範囲外にあり、ジブラルタルも同様であるため、国境を越える際には身分証明書の提示が必要である。国境は常にゲートによって隔てられていたわけではない。1909年、イギリスは保証の人数を削減する必要性を認識し、フェンス設置の理由については、憶測があったが、約2メートルのフェンスを設置した。 スペインは1969年に自動車用の国境を封鎖し、ジブラルタル貴族問題の結果として、イギリスとの緊張状態が高まると、同年後半には再び完全に封鎖した。国境は1985年2月まで完全に開けられることはなかった。2013年にはジブラルタルとスペインとの間の緊張状態が高まったため、 スペインの国境検査所は通過するすべての車の検査を開始し、国境の両側に数時間待ちの車列を作っている。ありがとうございます。